こんにちは。こんにちは。ピーターパン役の山崎玲奈です。フック船長を演じます小野田龍之介です。やっぱまあ一番はやっぱここでね、この外で歌えたっていう、この外で歌える気持ちよさっていうのと、やっぱ外で初めてこうスタンドマイクでアイムフライング出せていただいて、いやもう本当に空感じました。本当に飛んでいきたいぐらいで、お客さんも本当にすごい温かい声援でね、応援してくださったので、やっぱそこがね一番見どころというか、楽しかったというか、本当に素敵でした。いや本当にあの今回の日比谷フェスティバルも様々なミュージカル演目の、ね、チームが出演してますけれども、はい、うん、多分この緑とこの水と、うん、この開けた空間が、うん、ピーターパンが一番多分確かにマッチしたマッチしてるかも、あの作品ミュージカルであり、うん、なので我々そこで歌えたのは最高だよ ね。この水の音がいいんですよ。我々歌いながらね、この水の音がジャーってこの、うん、大階段の俺が聞こえてね、それがネバーランドで本当に歌ってるみたいになるし、いや本当です、ね、この緑も広がってるところもいいし、周り緑で床赤ですから、だから今日はね床が本当にフック船長からだった。そう、床はフック船長で周りはピーターパンです。いいんじゃない、それはいいんじゃない、そう飛んでるのがいいですよね。いいと思う、すごいいいです。な本当になんか今年の日比谷フェスティバルはピーターパンのためにやってくださってると、うん、思うぐらいなんか最高にマッチした、はい、ショーだったんで、はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思ってます、うん、はい、ご覧ください。11代目ピーターパン山崎玲奈さんです。山崎玲奈です、よろしくお願いします。一言お願いします。はい、いや本日また去年に引き続きピーターパンでここの日比谷フェスティバルに出演させていただくことが本当に嬉しくて、こうやって本当たくさんの皆さんと一緒にこれからトークすることもできて、本当に今とてもワクワクな状態です。よろしくお願いします。えい、そしてですね、我らがキャプテンフック小野田龍之介さんです。小野田です、よろしくお願いします。僕あのこの日比谷フェスティバル多分毎年出てるんですよ、はい、何かしらで始まっていこう、すごい、多分宮本亞門さんと僕ぐらいじゃないかな、毎年出てるのはと思うんですけどあの、まあ、前回ね、前回から我々ピーターパンやらせていただいてまして、はい、前回は雨が降っちゃってね、そうですね、室内だったんですよ、うん、なのでほとんどの方がこう配信を通じて、見ていただいたと思うんですが、うん、今回はねたくさんのお客様と、ありがとうございます、席を準備してくださった方と幸せですね、最高ですね、楽しい時間を過ごしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあちょっと自己紹介させていただいて、ね、どうぞどうぞ。船長、私昨年、スミーという役でフック船長の子分をやっておりました。今年も海賊船に乗ることができることをとても嬉しく思います。今村陽一です。今日は3人でよろしくお願いします。陽ちゃん、陽ちゃん、陽ちゃん、よろしくお願いします。ヨッホー、ちょっと座りましょうか。座らせていただいて、失礼します、はい、座らせていただきます。さあ2024年版のピーターパン始まりそうですね。さあ始まりそうですか、始まりそうです、始まりそうですよ、今始まりましたからね、始まりましたからね、2024年初歌唱ですからね。そうですよ、そうですよ、そうです、そうだ、いかがでした、山崎玲奈さん。はい、いやそうですね、なんかずっとアイムフライングはたくさんの場所で、本当たくさんの番組で歌わせていただいてるんですけれども、なんか2024年初って聞くと、うん、なんかあれ初夢だったっけみたいな感じなんですけど、初夢って何だっけ、初めて、でも本当に今年初めて歌った、なんかで歌った、いや初めてです、初めてなんだ、マネージャーさんおっしゃってましたから間違いないですよ。いいね、楽しかった、久しぶりに歌えて、はい、よかったです。よかったです。ありがとうございます。よかったです。小野田船長はいかがですか。僕はもう大体お風呂に入るときはこのフックのワルツを歌って入ってますから。本当に毎日ね、歌われてる、去年の夏から、はい、もうこの日を心待ちにしてましたよ。そうですか、ずっと海が続いてたんですね。そうですね、まあもうちょっと今日キャプテンフックってみんな言ってくれるかと思ったんですけど、はい、なんかって感じだったんです、まだ浸透してないなこの曲と思ってもうちょっと浸透させていっていきたいな。そうですね、どん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 のパイレーツの味方を増やしていきたいですね。そうですね、しかも今年はパイレーツはほとんどのメンバーが変わってるんですよね。そうなんです、陽ちゃん。そうですね、我々ぐらいとあと、渡部タスク君、タスクさんと3人だけで、そうでしたね、皆さんちょっと沈没してしまって、そうですね、また新たな我々だけ泳いだんですけど、まあ一人森人に
裏切ったっていう人もいますしね。そうですね、いろいろメンバーチェンジが、キャストチェンジもあるんで楽しみにしていただければと思います。そうですね、今日は特別に、はい、あの船長からの要望でですね、要望ということで、もうちょっとハキハキ喋ってもらっていいですか。もうちょっと最後に要望と要望をかけたんです。すみません、そうですね、ちょっとまださらにあるんですよ。それで船員たちを要望ということでですね、今日はいいですか、加瀬智音さんと渡部佑さん、そして、鈴木慎之介さん、鳥居瑠香さん、みんな集まって特別にフックのワルツをやりましたよね。そうなんですよ、前回僕一人でこの曲歌ったんですけども、一人で歌うとこの曲寂しいんですよ。一人で誰だキャプテンフックって、なんかほんとちょっと独り言の日ね、ひどい独り言みたいな曲なんで今年またピーターパンで出るならば、ぜひパイレーツのメンバーも出してほしいっていうのを言って、 なんかこのおしゃれなパイレーツ T シャツ着て、ね、そうですね、こちらです、ね、パイレーツピーターパン、 これ売ってんの、売ってますか、売らない、売ってない、売りたい、売ろうと思ってる、売ろうと思ってる、あ、売ろうと思ってる、はい、ぜひよろしくお願いします。ピーターパン T シャツです。これちょっと今年やばいね、ピーターパン負けるよ、ちょっとやばいですよね。なんか旗もさ、できてさ、そうなんです、特別はね、そう、実は、はい、そう、今振ってくださる、ちょっとパイレーツのメンバー出てきてくださいよ、その旗持って、ちょっと出てきて、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 ヨッホー、そう、なんかパイレーツのグッズ急に増えすぎじゃないですか、ね、そうなんですよ、ちょっとパイレーツビーキが、いや、実はこのフラッグね、ちょっと紹介してくださいよ。さあ、こちらですね、有名なパイレーツフラッグでございます。今年はですね、特別にパイレーツシートという前のめりでパイレーツを応援しようという席が設けられてるんですね、はい、そうなんですよ。それになんとこのパイレーツフラッグがついてきちゃうという新たな取り組みでございます。最高ですね。どうだ、ちょっとピーターパンの旗も作ってくださいよ。いや、ピーターパンの応援の旗も飛んでっちゃうもん、それ飛んでっちゃう売ってたら飛んでっちゃうからダメなのよ。ダメじゃん。ちょっと今年はね、パイレーツ盛りだくさんな感じですから、去年もね、よろしくお願いしますよ。2人の決闘の時なんか、ピーター頑張れとか子供たちがみんな声を出して喜んでくれるんですけど、応援してくれるけど、去年フック頑張れってありましたよね。ありましたね、やれ悔しかったですね。いや、今年は多分もっと増えますよ、この旗振りながらのぶとい声がフック頑張れ、元子供たちが、はい、元子供たちが それもまたよし、もっと子供たちとお子様とね、はい、楽しんでいただけようなと思います、ね、嬉しいですね。さて、どんな公演にしたいですか。いやいや、みんなかわいそうやとこんなパイレーツよろしくお願いします。皆さん、パイレーツでした。どうもありがとうございます。パイレーツ、さて、あ、蜂、はい、俺赤いから怖いんだよ。ワニだけじゃないんですね、怖いのは。ワニより怖いよ、蜂の方が。あ、そうですか、ね、そじゃ座りましょう、はい、座らせていただいてですね、失礼します。ところで、今思いついたんですけど、どんな公演にしたいですか。いや、今言ってさっき言ってたし。2024年どうですか、山崎さん。いや、そうですね、はい、やっぱその2023年度をやらせていただいて、本当に素敵な公演だったんですけれども、はい、やっぱもっとこうフライングもなんかもっと躍動感たっぷりなフライングにできたりとか、やっぱアクションとかもね、もっとキレキレなアクションにできるように、なんか1年目よりもまたさらにグレードアップした楽しい公演にしたいなって思ってます。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ船長、意気込みをお聞かせください。はい、そうですね、ピーターパンはやっぱり空を飛びますけども、ピーターパンが空を飛んで移動すればするほど我々は床を走らされるというピーターパンブートキャンプというのが、はい、パイレーツは行われるんですね。そうですね。なので、ぜひ今年はもうちょっと陸地で戦っていただきたい、ピーターパンには。ちょっと飛ばせてくださいよ。飛ばせて。ぜひもうちょっと陸地を走っていただきたい。飛んで戦いたいです。まあでもね、本当に昨年から我々引き続きやらせてもらいます。まあ、3人ともね、引き続きやらせてもらいますけども、はい、まあ昨年を経て、逆にこう、余計なところは削りながら、うん、逆にこうもう一歩、ね、お披露目のピーターパンでしたから去年は、はい、そのもう一歩また肉厚なピーターパンを、躍動感があるピーターパンを楽しみにしてますし、うん、それに応えられる我々もパイレーツでね、はい、いいチームワークで挑みたいななんて思ってますけれども、はい、今年ディズニーにも、ディズニーにもギャルみたいな、ね、パークにもね、ピーターパンにもできますし、そう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 、今年はもうピーターパン熱いですよ。熱いですね、まさにピーターパンイヤーということで、そうそう、昨年もね、昨年は昨年でミュージカル的にピーターパンイヤーでしたけど、ファインディングネバーランドから、うんうん、そうですね、今年はもう本当にいろんな各方面でイヤーですから、うわ、そのイヤーに負けないようにいきましょうよ。いや、本当ですね、盛り上げていきましょうよ。皆さんよろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。お願いします、お願いします。ね、ピーターパンが初感激という子供たちもいっぱいいますからね。そうです、去年もいっぱいいました。それで今年はですね、新たな取り組みが
実はございまして。何ですか？カンペを見ますね。はい、どうぞ。去年もたくさんの子どもたちに劇場にご来場いただきましたが、今年は初観劇の子どもたちへなんと記念ステッカーをプレゼントする取り組みや、すごい、あとですね、劇場アナウンスやチケットもぎりなどを体験できる職業体験付きチケットを販売中ということなんで、それぜひ職業体験とかなんかだって覚えてるもんね。うんうん、覚えてません？いや覚えてますよ、ね、だからきっと大人になってからも忘れないだろうし。そうですよね。びっくりした。昨年はお子様たちに見ていただきましたがっていうから、今年からなんか R 指定とかになったのかと思って見ていただけませんとか言うのかね。びっくりした。新たな取り組み、新たな取り組みがあるんですね。よかったです、よかったです、よかったです。年齢制限ついてなくてよかった。そんな中ですね、はい、この初観劇にちなんでですね、はい、お二方に初観劇の思い出ですとか、どんな作品ご覧になったとかって覚えてらっしゃいますか？覚えてない。覚えてないですか？でも私それこそピーターパンかも。あ、本当に？はい、あの母親に連れてってもらって、私愛媛に住んでたんですけども、はい、その愛媛からだったんで、あんまりこうねミュージカルに触れることそんなに少なくて、その年齢だと。でその時にやっぱディズニー好きで、うん、ピーターパン好きでってことで、なんかやってるらしいってことで見に行ったんですけど、はい、本当にまだちっちゃかったので内容とか全然覚えてないんですけど、ただただ楽しかったなっていう思い出でしたね。本当になんか本当に舞台なのかって思うぐらい、はい、すごい楽しかったです。それがもうピーターパンになってしまってますからね。ねえ、すごい、初感激。願えば叶うという。そうですよ、まさにピーターパンの。逆に陽ちゃんは覚えてます？初めてみんなミュージカルとか舞台って、なんかキャッツかな。ああ、まああれは多分ね、僕もその辺だと思うんですよね。その辺っていうのはキャッツですかね。猫か犬か、まあその辺だと思う。僕キャッツか。犬はないですよね。いや覚えてないもんですよ。でも思い出深い、ぜひ思い出にしていただければと思いますよ ね、 ぜひ忘れられない夏に皆さんしていただきたいと思いますの で、 です、ね、ぜひご家族でご覧になっていただきたいと思っております、はい、いくつからでも見れるんですか、このミュージカルって。あ、確かに何ですか、はい、いくつからでも、彼でも見られる、あ、じゃあもう生まれ産後 OK、妊娠してても OK、妊娠されてても、OK、されてるのは、はい、それは大丈夫でしょう。大丈夫です、大丈夫ですよ。はい、大丈夫、全て OK、全て OK、はい、犬や猫はちょっとわからないですけどね。いてほしいよね。そうですね、もう、うん、とにかくもうワイワイして、ワイワイして、ね、ネバーランドは何でもありですからね。はい、ありがとうございます。どういたしまして。そして、はい、そうしたらですね、最後の質問に行きたいと思うんですけれども、はい、はい、ピーターパンに出てくるキャラクターの誰かになれるとしたら何になりたい、自分の役以外ってことですかね。そういうことですよね、はい、どうですかね山崎さん。難しい質問になってきた。ピーターパン一番ね、はい、まあ、でもいろんな夢を叶えちゃってるからね。そうですね、ピーターパン以外ないじゃないですか。でもウェンディやってみたいかも。あ、ウェンディ、ウェンディ、なんかあんだけこう一幕ですごいウェンディとの掛け合いがあるんですけど、はい、そこのこうお稽古やってると逆にさ、ウェンディからだったらどんな感じなんだろうってよく思うこともあって、うん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 、なんでこうウェンディ側でね一回やってみたいなって気持ちはありますよね。なんか慣れるとしたら、もしキャラクターになれるとしたら、はい、ウェンディかな。だって初観劇の時ってウェンディみたいな気分ですもんね。ピーターパン初めて見て、ね、ピーターパンにネバーランドに連れてってもらったっていう、はいはい、まさにウェンディ。そう、ウェンディ、はい、ウェンディ、まさにウェンディ、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼しまして。それ何なの？合言葉みたいな、うん、はい、うん、今生まれました魔法の言葉でございま す、 魔法の言葉です、ね、もちろんですね、ネバーランドシートってありますからね。ありますよ、はい、魔法の粉、妖精の粉が振りかけられる。そ う、 そうですよ、です、ね、いいですね、うん、ご覧になってない方はぜひそのシーンも楽しみに。そうです、そうです。もう、ね、客席にふわっと来る時にもう妖精の粉が、ね、はい、皆さんこうわーっていう顔を出されるんですね。それを見るのも泣いちゃって、はい、うん、楽しみにしてます。小野田さんいかがですか、他にやってみたい役。やってみたい役ですか、やっぱりあのダーリング家のナナですかね。犬です ね、 ね、はい、やっぱ犬か猫の話になってくるんですね。そうです、犬大好きなんで、はい、ナナでいたい。ナナ、ね、で前回 の、 あの、はい、去年 の、 演目あのピーターパンはこうパペットを使って、はい、そのナナの犬を表現してたんですけど、うん、あのそれまでは結構こうもっとこう俳優が体を本当に動かしてナナを演じたりしたんですよね。はいはいはい、新しかった。犬になりたい、犬になりたい、犬を使う人じゃなくて、じゃあ犬になりたい。生まれ変わったら、おお、
犬になりたい。はい、ありがとうございます。言わせてしまった感じで申し訳ありがとう。そういうことなんですよね。いや、逆に陽ちゃんは何かやりたい。そうだ、やりたい役ですか。うん、僕まだ今年分かってないで、スミーやりたいですね。はい、自分の役以外で。自分の役以外で。そうだよね、そうしたら本当にスミーか分かんないもんね。そうですね、まだ分かんないですけどね。はい、まあ、去年はやらせていただきましたという。そうだよね。ヌードラー、ヌードラーやりたいですね。あ、ヌードラー。他の海賊、他の海賊やりたい。やっぱりフック船長についていきたいですからね。あ、でも俺タイガーリリーやりたいかも。タイガーリリーやりたい。タイガーリリー、今日もタイガーリリーどっかに来てるんですよね。あ、そうなんだ。いつのタイガーリリー、いつのタイガーリリー。今度のタイガーリリー。スミちゃんね、はい、スミレーナちゃんって。あ、スミさん、あちらでございます。いた踊ったら、はい、踊ったらよかったね。どうですか。まあ、そういう前回ね、森人の一人としてあとナナを扱う、はい、そうです、それこそやってましたし、そういう役代わりもあるんですよ今回はね。ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。はい、演出も変わるんですかね、また。どうでしょう。長谷川の演出と、まあ、ベースはね、去年生まれたあのバージョンですから。そうですね。でも俳優がね、変われば変わるでしょうし、はい、でそこが変われば我々もね、そうですそうです、変わりますよ、きっと。そうですね、はい、まさに進化したピーターパンを、うん、はい、きっとお楽しみにいただければなと思います。はい、ありがとうございます。どういたしまして。どういたしまして。さて、はい、はい、読みますね。お時間となってしまいました。すごい台本通り進むじゃん。そう読んでる、めっちゃ読んでる。青山メインランドファンタジースペシャルブロードウェイミュージカルピーターパンは7月24日より有楽町のすぐそこですね、東京国際フォーラムホール C にて開幕いたします。その後名古屋、広島、魚津、富山ですね、そして大阪と各地で公演いたします。東京公演のチケットはホリプロステージで販売しております。皆様とネバーランドでお会いできることをとっても楽しみにしています。ありがとうございます。最後にですね、山崎れなさんから一言いただいてもよろしいですか。はい、あ、ごめんなさい、嘘ですね。嘘です。山崎さんと、全部読みますね。山崎さんと小野田さんから皆様へのメッセージをお願いいたします。どっちだっていいだろう。順番が大事ですから。まずは小野田さん、お願いします。まず僕からですか。そうなんです。はい、はい、皆様本日はありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。どうもありがとうございます。いや、本当に僕日比谷フェスティバル大好きで、ここでね、コロナが始まる前は僕レミゼラブルというミュージカルでこの日比谷フェスティバル出たんですけどね、ここまでぎっしりお客さん入れたんですよ、本当は。そこでみんなで歌ったのも忘れられないですし、本当に僕は毎年この日比谷フェスティバルにが行われるのもすごく幸せな気持ちになりますし、こうやって毎年出られて本当に幸せでした。今年も本当にありがとうございました。今年はちゃんとね、去年は屋内だったからね。そうですね。屋外で皆様とピーターパンの世界を少しでも、共有できたこと本当に嬉しく思っております。今日はパイレーツのメンバーもね、来てくれましたし、はい、本当に幸せです。素敵な夏になるように、皆様と過ごせるようにこれからお稽古頑張りたいと思いますので、ぜひ皆様劇場へお越しください。よろしくお願いいたします。じゃあどうぞ。はい、はい、皆さん今日はお越しいただきありがとうございました。ありがとうございます。実は私も3年連続で日比谷フェスティバルには出演させていただいてて、はい、おととしはフィストオブノーススターで。何それ。あ、え、出てたじゃん。出てたじゃん。あれ、そう、北斗の拳で、あたたたってやつで、そう、リン役でね、出演させていただいてた時に、うん、ここに出演させていただいて、 あれも出たの、日比谷フェスティバル。そうなんですよ、実はね。俺、一昨年何で出たんだ。え、わかんない、ミス・サイゴンとかじゃないですか。あれ、わかんないや、わかんなくなってきた。全然わかんない。メリポピって言ってくださってる方います。あ、メリポピ。おお。え、俺、そう呼ばれてないわ、フィストオブノーススター。私は出演させて。あ、一人で。違うよ、もちろんケンシロウもいるし。あ、そうなんだ。小抜きさんとかイレイさんとかメインさんと私で4人で。あ、時は誰も呼ばれなかった。そう、時はいなかった。そうですか、3年連続で。そうなんです。いいじゃないですか。3年連続でそう出演させて。楽しいよね。楽しい、本当。日比谷フェスティバル楽しくて、はい、こうやって皆さんと一緒にね、こう外で歌うことができて本当に嬉しいですし、またこうやってピーターパンでね、もう一回日比谷フェスティバル出られたこともとっても嬉しかったです。そして今年の夏は東京国際フォーラムホール C にて7月24日からね、公演がありますので、まだ初めて、まだ見たことないよという方も、去年見たよという方もね、いろんな方に見ていただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひぜひ、熱はな、ね、熱は36度3分です。さあ、平熱です。平熱です、大丈夫です。夏はぜひネバーランドにお越しください。本日は誠にありがとうございました。そして今日は司会のスミーの
今村さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。そして改めてパイレーツのみんなを紹介します。パイレーツのみんなありがとう。どうもじゃあ改めてじゃあちょっと隅に紹介してください。一人はい、はい、じゃあ一言いただきましょうか。一言ずつお願いします。自己紹介。鈴木慎之介です。よろしく。堀井ゆるかです。よろしく。長谷智音です。よろしく。渡部たつくです。ネバーランドでお待ちしております。やっほー。パイレーツ。さてそんなわけで青山メインランドファンタジースペシャルブロードウェイミュージカルピーターパン特別ステージ日比谷フェスティバルバージョン、お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。あと5曲ぐらい歌おうか。さあやりましょうか。アンコールにお答えして。そんな気持ちは山々でございますが、時間には限りがございますのでこの辺でお別れしたいと思います。本日は皆様ご来場誠にありがとうございました。ありがとうございました。ヨッホー。ありがとう。ありがとう。配信の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。よかったですね。いやね、天気も持って今日は空で、昨年も我々出演させていただいて、はい、前回雨でね。そうですね、雨で室内でしたから、室内でね、出させていただいて。いかがでした。いや今日はね、お客さんも本当にたくさんの方に見ていただいて、まあ、しかも2024年初のね、アイムフライングだったんですけれども、はい、ね、最初すごい緊張してたんですけど、やっぱ出てくる時にお客さんがすごい出迎えていただいてる感じが、いやそうなのよ、羨ましいんですよ。温かい感じが本当にあって、とっても安心して歌えることができました。いや、うん、いつもピーターパンが歌を歌う時は、これは舞台の本番でもそうなんですけどね、うん、みんなで、ね、ピーターパン応援モードになるわけ。いや、まあ、俺たちが歌い始めるとなんか、あー出てきたよってなるけども、でもあの我々もあの、はい、去年は僕一人で歌ったんですが、うん、あの同じ曲でしたけども、今回はあの仲間の海賊たちも出てくれたんで、ね、いいあの最高の、とっても楽しそうでした。楽しかったですよ。わちゃわちゃとしてました。いいな、もっと歌いたかった。もっと歌いたかった。そのまで、ね、まだ2曲ぐらいありますね。客席降りとかしたかった。はい、ぜひまたね、はい、この日比谷フェスティバルが続く限りまたこのステージに立ちたいなと思ってます。はい、さあということで今年もミュージカルピーターパン、ね、始まりますね。始まりますね。はい、7月から。7月24日から、うん、東京公演、東京国際フォーラムを皮切りに各地、うん、公演伺いますので、はい、去年ご覧になれなかった方、そうですね、去年見たことある方、うん、いっぱい、ね、たくさんの方が、ね、見ていただきたいです。やっぱりほら、このミュージカルってどんな世代でも見ていい、そう、楽しめる作品だって。年齢制限ないんですって。はい、あの大体何歳以上しか見れないミュージカルって、そう、本当は3歳以上とか5歳以上とか。だけどあの本当にあの病院さえ退院してれば、そう、赤ちゃん、赤ちゃんでも見に来れるっていう、全然見に来れるので、なのでぜひご家族揃ってお友達、はい、いろんな方々と、まあ、広い世代で楽しんでいただきたいなって思います。はい、劇場で待ってます。お待ちしております。